どうもー、世界家族の100億人のカラフォルの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、2月7日の朝でございます。朝です。今日が名古屋最後のね、稼働ということですね。お、そうだよ、最後じゃん、そういえば。はい、まあ、名古屋って僕の圧倒的ファンが多いので、ちょっともうすぐ滞在ギリギリまでしてもいいかなとはちょっと思ってるんですけど、はい、刺されてしまえ、いや、まだするかもしれないけどね。そうね、はい、はいはいはい。で、明日からは、どこに行くかまだ決まってませんこれさ、結構な問題だよね。でホテルも取ってないでしょ。はい、うん、向かう場所も決まってない。はい、ホールチェックも分かんない。はい、まあ、完全に他力本願したいんですけどね。まあな、ま、今回はね、松さんがどっちに行くべきかっていうのをご連絡くださるそうなので完全に他力本願ですけど、はい、まあね、それもまた一興だね。そうね、ですね、うん、いや、もう目的正直松さんに会う機会ないので、松さんどうですか、一緒に関西行きませんか、もうね、はい、昨日ね、それでいいんじゃねえのっつって、うん、3人旅しましょう、うん、1ヶ月間関西行きましょう、はい、松さん、はい、連絡ください。はい、お願いしましょう。僕はどう行けばいいですか。はい、はい、待ってます。はい、はい、じゃあ行ってきましょうかね。今日頑張りましょう。まずは、はい、はい、勝ちましょう。はい、最後勝つぞ。おお、お湯入れてるバカがいますけどバカになった知恵を振り絞ったんだ。初めて言いましたけど、これお湯直接入れてる人が、あ、ちょっ嘘でしょ、普通移し替えますよね。ないんだもんな、器が。それでね、あの、おでんとかね、買えば器ついてくるからさ、はい、それ使うと思ったんだけど、おでんやってね。すげえ、これいいですか。止めていい、止めていい。